坂島チューブユイスランサー大阪杯を走れ。幾度となく名勝負が行われてきたこの大阪杯、今年も名馬たちが揃いました。古馬中距離のビッグレースが間もなくスタート。スタートしました。ビルシーナ勢いよく追い上げる。坂を上りビルシーナ粘っている。シュバルグラン接近してくる。ビルシーナ伸びている。シュバルグラン差し切って合輪。年齢が狂ったビルシーナとシュバルグランの間に入った4月、いろいろ入球可能に。デフォルトネームで入球。ミス暴れ馬、ミス暴れ馬、気性が悪いがスピード、根性、パワー、スタミナあり。なお足元は弱い。マピは桜花賞へ。かけるは乙女。三歳牝馬の花形たちが阪神競馬場を駆け抜けます。花の戦は桜花賞、まもなくスタートです。スタートしました。ここで先頭が変わった。2頭が激しく競り合っている。フォーエバーマーク少し離れて追走。ここから坂を駆け上がる。ソダシ足色は衰えない。レシステンシア迫ってくる。お互い一歩も譲らない。レシステンシア差し切って合輪。ようやっとる。馬が生まれる。馬だ。ランサーは春の天皇賞。3200m の長距離最強決定戦、ユイスランサー連覇なるか。スタートしました。追いすがるカレンミロティック。わずかに先頭はユイスランサー。カレンミロティック差を詰める。カレンミロティック先頭に立った。残り200を切った。カレンミロティック粘っている。フェイムゲーム勢いよく追い上げる。シュバルグラン後続を離していく。シュバルグラン押し切って合輪。前年に勝っとるけどな。しかし衰えを感じるのでここで引退。暴れ馬はダートは普通。蹄の形状から重くそダート馬かと思ったら普通なんだ。というわけで芝でデビュー。2歳新馬、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。タイガーアーチープ懸命に追うが、ミスはバレる、ミスはバレる。一着で合輪。マピは安田記念へ。長い歴史と伝統の 1600m、 誇り高きマイラーたちが挑みます。スタートしました。アーモンドアイ捕らえにかかる。モーリス並ばない。あっという間にかわした。この世で最も憎むべき着順。しかしここで強制イベントが発動。シャドーロールを着用することに。ホープフルステークス勝ち馬ユイスパニパ故障が感知し棄球。せっかくなので宝塚記念を走らせたい。キングダムのデビュー戦。2歳新馬、芝 1400m、 コンディションは主。スタートしました。ユイスキングダム伸び足がいい。2番手はアビーム、さらにはハルマユリト。ユイスキングダム1着で合輪。キングダムも圧勝。4月入球組は仕上がりが早い。カニパは無理やり宝塚に合わせる。マピと共に宝塚記念へ。このレースで締めくくり、人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。スタートしました。坂を登って追い上げる。サープルナーリア、サープルナーリア、さらに差を広げにかかる。サープルナーリア先頭で合輪。暴れ馬キングダムで函館の2歳のやつへ。函館競馬10レース G3 函館2歳ステークス、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。ここで先頭が変わった。あと200。レバンデライオンもらえにかかる。大化の奇跡後続を離していく。ハッピースプリント差を詰め。馬券購入者を敵に回した。キングダムは新潟のやつへ。スタートしました。400を切って先頭マイネルラクリマ、その後オスモセンサー。マイネルラクリマ先頭。残り200を切りました。まだ先頭はマイネルラクリマ。ユイスキングダム、ここで先頭になった。ユイスキングダム伸び足がいい。ザラストロ差を詰める。ユイ
スキングダム先頭で合輪。勝ったのはユイスキングダム、鞍上はクリストフルメール騎手。セリフォスに競り勝ち重賞初勝利。カニパはキーンランドカップへ。 G3 キーンランドカップスタートしました。追い上げる活発ハッチユイスパニ、さらに差を広げにかかるユイスパニ先頭、ユイスパニ先頭で合輪。距離短縮で結果を残した暴れ馬は小倉の2歳のやつへ。 G3 小倉2歳ステークス芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。残り200を切った。ファンタジスト、ファンタジスト迫ってくる。ファンタジスト差を広げにかかる。先頭はファンタジスト、ファンタジスト押し切って合輪。2着ようやっとる。カニパ、ここから先はマピはストリンターズステークス。果たして最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。スタートしました。マピ差を詰める。2頭が激しく競り合っている。マピ差を詰める。レッツゴードンキ、苦しい展開になった。ミスターメロディ先頭に並びかける。マピこのまま押し切れるか。フィフスペトル2頭が並んで合輪。フィフスペトル花さん2着惜しい結果に。カニパも短距離なら通用する。暴れ馬は不要ステークスへ。オープン不要ステークス芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。ロケット上がってきた。ロケットさらに差を広げにかかる。ミスはバレる。差を広げにかかる。ミスはバレる。押し切って合輪。距離の方がいい可能性はある。キングダムはサウジアラビアのやつへ。 G3 サウジアラビアロイヤルカップ芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。クラバシュドール接近してくる。さあ勝つのはどっちだ。東証ドラフタクラバシュドール差し切ってゴール。直線で差し切られ2着。マピは何か菊花賞に出走させてた。多分秋華賞に出走させてた。今年もクラシックの栄冠は残り一つ。最後のイスとプライドをかけ 3000m の激闘が始まろうとしています。スタートしました。名将クオリア少し離れて追走。ハイトーン抜け出した。北サンブラック外から伸びてきた。北サンブラック突っ込んでくる。残り200を切りました。逃げる逃げる北サンブラック。マピ懸命に追うが北サンブラック足色は衰えない。北サンブラック一着で合輪。ようやりすぎとる。エリザベス女王杯も走れ。強さと品を兼ねた牝馬たちがここ京都競馬場で女王の座をめぐり競います。ビルシーナ粘っている。マピ外から追い上げる。ビルシーナ抜け出した。マピ外から伸びてきた。 200m を通過した。ビルシーナミスパンテールこのまま押し切れるか。追い上げるミッキークイーン。さあ勝つのはどっちだ。ミッキークイーン並ばない。あっという間。あかんやないけ。カニパはマイルのチャンピオンのやつ。今年も多彩なメンバーが顔を揃えました。マイルチャンピオンシップ熱戦に期待がかかります。スタートしました。ユイスパニここから届くか。届くわけないだろ。ここから追い上げる。レシステンシア逃げ切ってゴとはいえようやっとる。暴れ馬は阪神ジュベナイルフィリーズ。クラシックの階段を駆け上がるフィリーズたちの大きな挑戦が始まります。スタートしました。フォーエバーマーク、フォーエバーマーク先頭だ。坂を登ってラッキーライラックぐんぐん差を詰める。ラッキーライラックこのまま押し切れるか。リリーノーブル捉えにかかる。ラッキーライラック先頭で合輪。ようやっとる。キングダムは朝日杯へ。日本競馬の明日を担う若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。熱戦必至の発走までもう間もなくです。スタートしました。ユイスキングダムまだか。バスラットレオン粘っている。ダイワバーバリアン先頭を追っているが、ユイスキングダム差を詰める。一番人気でこの世で最も憎むべき着順。怒りの連投ホープフル。ルメール馬降りろ。距離が不安なら武豊を乗せておけ。というわけで暴れ馬とともにホープフル。明日への希望をつかむのはどの馬か。ホープフルステークスが間もなく発走です。
しました。少しばらついたスタートになりました。シャイニングレイ先頭に立った。シャイニングレイわずかに先頭か。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はシャイニングレイ。坂を上りシャイニングレイ頑張っている。ベルトライゼンで捉えに出る。中山ナイト差を広げにかかる。ルイスキングダム迫ってくる。並んで合理。ルイスキングダムわずかに前か。発展をお待ちください。ユタカ is God。 暴れ馬もようやっとる。マッピーは有馬記念へ。舞台が整った中山競馬場。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台、有馬記念、まもなく開演です。スタートしました。奇跡、ランスで上がってきた。奇跡、もらえに見える。奇跡マッピーを繁殖入りさせる。暴れ馬はリステッドで賞金を加算。オーバイステークス芝外回り 1400m、 コンディションは良。スタートしました。残り200を切りました。逃げる逃げる。ミスはバレる。ミスはバレる。粘る。ミスはバレる。先頭でゴリ。というかここまで全く暴れてない。ドリアングレーの肖像、キングダムが最優秀2歳牡馬に。そして共同通信杯へ。 G3 共同通信杯芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。残り200を切りました。ルイスキングダム足色は衰えない。足色は衰えない。ないまま差を広げにかかる。ダノンキングリー、ないまま差し切っ3着。ようやっとる。カニパは引き続き短い距離を走る。G3 阪急杯芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。モズアスコット後続を離していく。モズアスコット先頭でゴリ。ようやっとるが距離を延長し大阪杯へ。幾度となくこの大阪杯スタートしました。2頭が並んでゴリ。北サンブラックわずかに制したか。馬が生まれる。カニパはこのタイミングで引退。守護馬入り。暴れ馬は桜花賞へ。かける乙女。3歳牝馬の花形たちが阪神競馬場を駆け抜けます。花の戦は桜花賞、まもなくスタートです。スタートしました。わずかに先頭はフォーエバーマーク。ラッキーライラックかわして先頭。ここから坂を駆け上がる。ラッキーライラック伸び足がいい。激しい叩き合いになった。ラッキーライラックようやっとるが、キングダムのサツキ賞クラシック戦線の初戦となる重要な一戦、主役の座につけるのはただ一頭、サツキ賞が間もなくスタートです。スタートしました。エフフォーリア抜け出した。ダノンキングリー離れて追走。残り200を切りました。先頭エフフォーリア、ダノンキングリー先頭を追っているが、スマイルジャック伸びる。エフフォーリア堂々とゴール。竹豊でも厳しい。なんか見事な配合になったやつ。本当は繁殖牝馬で 3×2 のインブリードがあるが、使用上記載されないやつ。ちなみにパニパの守護馬ステータスはこんな感じです。有効インブリードが一つしかないんであまり意味はないが、せっかくなので種付け。何がせっかくなのかはわからないが、そしてこれは危険な配合。姉と弟。キングダムは NHK のマイルのやつへ。快速自慢の3歳馬が東京競馬場に集結しました。 NHK マイルカップ、まもなくスタートです。スタートしました。大隅大道勢いよく追い上げる。先頭は大隅大道。バスラットレオン差を詰める。バスラットレオン先頭。 200m を通過した。バスラットレオン粘っている。ユイスキングダム捕らえに出る。ユイスキングダム後続を振り切りにかかる。ロードクエスト差を詰める。ユイスキングダム押し切ってゴール。勝ったのはユイスキングダム。鞍上は池添健一騎手。これで G1 2勝目。距離を短縮したのが良かった。競りに出すのを忘れていたやつ。売り忘れ。売り忘れと名付けて繁殖入りさせた。危険な配合シリーズ。暴れ馬は最も強い3歳牝馬を決める歌手の女王決定戦。
スピードとスタミナを兼ね揃えた名品候補が優駿の称号をかけ争います。スタートしました。ラッキーライラック、まだ動かない。ディアジーナ、後続を振り切りにかかる。ミスはバレる。接近してくるヌーボレコルト。ディアジーナ押し切って。大変ようやっとる。全く暴れない。伝統でダービーを走ってみないか。世代最強を決めるべくスターホースたちが集結しました。最高名誉日本ダービーが間もなくスタートです。スタートしました。エフフォーリア勢いよく追い上げる。 200m を通過した。エフフォーリア後続を振り切りにかかる。ミスはバレる。先頭を追っているが、エフフォーリア押し切って。5ミス従順に解明しろ。安田キングダム。長い歴史と伝統の 1600m、 誇り高きマイラーたちが挑みます。残り200を切りました。アーモンドアイ突き放しにかかる。アーモンドアイ粘る。アーモンドアイ押し切り。お前が暴れるんかい。暴れ塚記念。春の G1 シーズンはこのレースで締めくくり、人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。スタートしました。逃げる逃げる。レイパパレ、ホエールキャプチャー、伸びる。ホエールキャプチャー並ばない。あっという間にかわした。相手が強い。キングダムのアイビスサマーダッシュ。 G3 アイビスサマーダッシュ。芝 1000m、 コンディションは良。スタートしました。レジーナフォルテ接近してくる。レジーナフォルテ先頭に並びかける。カノヤザクラ差し切って。5先着校舎に競り負ける。8月なんか入球可能になった。暴れ馬も疲れが取れた。デフォルトネームでエイヤンとなる。ダート苦手ホース。ゲート下手くそホース。ちなみに能力コメント。というわけでデビュー戦スタートしました。コスモリミックス伸び足はどうか。逃げる逃げる。ユイスナイトメア。ダイワインパルス差を詰める。ユイスナイトメア一着でゴール。素晴らしい。暴れ馬キングダムのスプリンターズステークス。最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。スタートしました。ここから坂を駆け上がる。レシステンシア頑張っている。ミスはバレる。接近してくる。さあ勝つのはどっちだ。並んでゴリ。レシステンシアわずかに前か。完全に差し切る流れだったが、ミスはバレる。ちょっと遠慮したのか。勝つのはどっちだ。意外と年功序列とか気にするタイプかもしれん。暴れ秋華賞。秋の京都に彩り豊かな牝馬たちが集まりました。この中で咲き誇れるのは1頭のみ。3歳牝馬のプライドをかけた戦いが始まります。スタートしました。ミスはバレる。徐々に接近してくる。ラッキーライラック、さらに差を広げにかかる。ミス前線に解明しろ。これはナイトメアの敗北シーン。ダックロは差を詰める。差を広げる。レッドアリオ押し切ってゴール。暴れ馬強さと気品を兼ね備えた牝馬たちがここ京都競馬場で女王の座をめぐり競います。エリザベス女王杯まもなく発走です。スタートしました。 200m を通過した。ビルシーナ突き放しにかかる。レイパパレ迫ってくる。レイパパレ差し切って降臨。なんだかんだ掲示板には来る。キングダムはマイルチャンピオンシップへ。今年も多彩なメンバーが顔を揃えました。マイルチャンピオンシップ熱戦に期待がかかります。スタートしました。ラウダシオン粘る。サングレーザー。ラウダシオン急激に衰えたな。このタイミングで引退してしまう。守護馬にして能力見りゃよかったな。それはそれとして暴れ馬はジャパンカップへ。ここ東京競馬場にやってまいりました。迎え撃つ日本勢の準備は万全です。スタートしました。あと200。ジェンティルドンナ一気に追い込む。北サンブラック懸命に追うが、ジェンティルドンナ迫る。アーモンドアイここは残念な結果に。ナイトメアの敗北シーン。万世とはいえちょっと厳しそうなのでここで引退。暴れ有馬記念。舞台が整った中山競馬場。スタートしました。ここから坂を駆け上がる。北サンブラック頑張っている。エフフォーリア捉えに出る。エフフォーリア
離しにかかる。エフフォーリア差し切って降臨。全戦力を発揮、小暴れ。危険な配合をよその牧場に押し付ける。暴れ金庫賞。里のダイヤモンド突き放しにかかる。ミスはバレる。まだ後方、里のダイヤモンド粘る。ミス前線。激戦必至の 1200m、 切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。ノームコアわずかに先頭か。ミスはバレウマ並びそうだ。ノームコア先頭を追いすがる。ミスはバレウマあと200。ノームコア後続を振り切りにかかる。サウンドキアラ迫ってくる。インディちゃん先頭に並びかける。イグアーサー差し切って合理。ミス掲示板外、このタイミングで引退、繁殖入り。ケツが小さい、スピードが足りなさそうな馬をクラブに押し付ける。いろいろと入厩可能になったところで動画終了。次回はそこそこ時間を飛ばします。そろそろこのシリーズを畳みたいので。